漢字財菩薩明神般若花見多事昇天五雲開句遠い細工役。大きな法要等で、おじいちゃんおばあちゃんが子供を連れてくるようになってから、玄関入った時にありがとう小僧さんを見て、まず子供たちの私よりも何よりもそこに触りに行くっていう、おじいちゃんおばあちゃんも好印象です。ましてや子供たちは今までそんなにお寺来てもただおじいちゃんおばあちゃんの横にいてやったのが、お寺の中を歩いてくれるように、そういう雰囲気になりますね。お寺っておっかないところ、それから敷居が高いところっていうところをこう感じられる雰囲気にあったんじゃないかなと思うんですけども、ありがとう小僧さんがあるおかげで子どもたちがまず入ってきやすくなってくれたのと、それから檀家の人たちが玄関を開けた時に敷居を高く感じてくれなくなったっていう、そういうところがありますね。寺小屋っていう言葉もあるように、学んだり遊んだり、それから境内でいろんなことを学んで遊んで怒られて、そういうのがお寺の形だったと思うんですけども、先祖さんは子孫が遊んで笑顔を持って暮らしてくれることが一番の望みでしょうから、それから先祖さんを忘れないでほしいという思いもあるんでしょうか。それが大切なことだと思いますね。お寺に小さい頃よく私とお話しするんですけど、おじいさんおばあさん小さい頃よくお寺に足を運んだよという声を聞きまして、そのためにそのツールとしてありがとう小僧さんあればいいのかなと思いまして、親から子、子から孫みたい、子からまた子、孫になりました、そういう感じでこう伝わっていくと思いますね。それでやっぱりご法事とかやって少なからずお寺にこう来る機会を家族の中で作っていただけると、そのうちはこう代々こうお寺に足を運びやすくなるっていう感じしますね。なかなかですね、ありがとうございます。大変役に立てると思います。反応が大変いいですね。特に若い人とか子供さんたちの反応が素晴らしいですね。お年を召した方もこう来て一瞬ほっという感じで驚くんですけど、お寺には昔からなで仏って言って、頭を撫でるっていう仏様があるんですけど、それと同じような感じで恐る恐るですけどこう再度撫でて、で私から一言触っていいですよって言うとこう触っていったりしますね。それで記念写真撮ったりとか、あとこう普通の今携帯とかでこう撮っていったりする人とかも結構中にはおります。そう、ありがとう小僧さんを置くようになってからこう撮る人増えたような感じしますね。皆さん理解ある檀家さん多いですので。